これどう見たってしかし五輪島の一部なんですけど、これはどう見ても、ね、はい、この登りがね結構長いんですよ。あ、そうなんですね。だからこれから先登る峠まではね割としんどいんです。ここに絵が描いてますけれども、はい、こんな風に見えたんですね、はい、六路峠から、はい、昔はすごく眺めが良かったんでしょうね。すごいですね。あ、やっと内海で円通り筋まで来ました。一番高野山らしい場所って言えるのかもしれません、うん、はい、修行の場所として自然の中で修行する環境があるんですね、はい、はい、静かなところです。本当に静かなところですね。で当然ね、ここはもうあの一旦ここに来るとなかなか一般世界に出ることができなくなって、あのずっと本当にこの静かな山の中でひたすら修行に励むんですけど、それではこれから高野山山のトレッキングに行きたいと思います。奥の院の中野橋を向かって右側に進んでいきます。高野山山もですね、いろんな登り方があるそうなんですけれども、まあ、本来のルートでということで今日はガイドの辻田さんにこちらの道でご案内いただいております。桜団地の方へは入らずにそのまま道をまっすぐ進みます。高野七口女人道は、高低差のある道で少しねきついところもありましたけれども、今日の後半は高野三山ということでこれからまた頑張りたいと思います。ここの辺りはほら高野山の、はい、あのの中でもあの結界の外やったから、ここらはだから後から開かれてるじゃないですか、はい、だから女人道がおそらく通ってた頃っていうのは、はい、何にもない山の中やったはず。今はもうね道路を補正されてますけど、そう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 、今は道路になっちゃいましたけど、はい、でそのトンネルがマニトンネル、正面のトンネルがね、はい、マニトンネルの手前から上がってきます。なるほど。でマニトンネルの上にはね、はい、大峰の方向を目指す昔の山系道が距離は知れてるんですけども、はい、少し残ってます。へえ、はい、だから昔小屋から大峰の方へ向かうのはこんな道やったんやなっていうのが分かってもらえると思います。はい、はい、なるほど。この道を左に入るんですね。こっち行ったら野瀬川村の方行くし、なるほど、こっち行ったらまた橋本の方へ下っていきます。下に来たらね、はい、そうですよね。あ、山道は この横にあります。あ、へえ、びっくりするでしょ。もう行ったことがない道の世界ですね。この部分の道は消えてしまってるんですよね。だからなるほど。衣欲しい岩はこれまっすぐ行ったとこですね。まっすぐです。ここから歩いたら半時間もかからへんかな。そうですね。びっくりしますよ。女人道がこんなところに広がってるんだ。そうですよね。女人道がね、本当こんなコンクリートのね道路から、つながってる。はい、あ、ここですか。ここです。あ、本当ですね。この看板が目印。あ、月の悪魔の看板が目印。はい。はい。じゃあ後半高野三山の部に入ります。はい。あ、本当だ、女人道っていうあの看板がここにありました。急に出てきましたね。マニさんって書いてますね。マニさんです。でここがマニトンネルですね。これはずっと結構上りですか。上りです。はい。こっちが、はい、大峰へ向かう小道ね。大峰へ向かう小道、はい、はい、こっちが高野三山。こっちが高野三山ですね。はい。これはここからわざわざ道を作ってくれたんです。あー、なるほど。そうなんですね、うん、ちょうどトンネル出たら真上にあるでしょ。あります、あります。それの場所なんですね、うん、そうです。へー、あー、すごい。
ほど。まあ、道中を安全を祈願してくださってる、見守ってくださってるお地蔵さんがいるんですね。だからこの辺からね、お地蔵さんとか縁の行者さんとか出てきますから、うん、縁の行者が出てくるっていうことは大峰さんとの関係があるってことですから。うーん、大峰さんは奈良ですよね。三条ヶ岳ですね。はい、よし。昔は高野と大峰に両方登る行山千楽さんっていう人がいらっしゃったんです。行山千楽、行山千楽、高野も大峰も千楽として登るって。へえ。昔は高野と大峰っていうのはすごくつながってたんですね。はい、大峰さんからの山伏は結構高野に入っていた。へえ。まずマニさんに向かって登っていってるところです。で、朝10時に不動坂口の女人堂を出発して、はい、で今7カ所女人堂を回りました、はい、で先ほど中野橋から歩いてきて、はい、で舗装された道を歩いて今高野山座ルートに入っています、はい、で今マニさんに向かっているということで、はい、今マニさんへ登る道ですね。とても歩きやすいですね。歩きやすいでしょ。はい、すごく気持ちが良くて、うん、そんなにデコボコもしていないので、はい、すごく歩きやすい道だと思います。この調子で高野三山制覇して、はい、そして最後に最後の残された黒小口の女人堂ですね。そうですね。後ですね。はい。そちらを最後に行きたいと思います。はい、それが過ぎたらもうあとちょっとの辛抱で女人堂に戻りますから。はい、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、今回は女人道一周ということに、まあ、こだわって、舗装された道から高野三山を始めておりますけれども、他のルートも辻田さんあるんですよね。はい、もちろん一番ポピュラーなルートはやっぱり奥の院から入るルートですね、はい、弘法大師さんの5秒から少し奥入ったところから、はい、この三段の道にアクセスできるルートがありますんで、うんうん、そちらを行けば、はい、別にこっち側歩かなくても、うん、十分この高野三段の道に、入ることもできますし、うん、普通に歩くこともできます。なるほど。はい、おすすめします。それは天竺山の方に行く道ですか？天竺山になくても先にこのマニ山に上がって、はい、陽竜山上がって、はい、でさらにまた天竺山と、うん、この三段ぐるっと行きます。あ、そうなんですね。三段ぐるっとコースです。ありました、はい、じゃあ後ほどまた地図で、はい、教えていただいてもいいですか？はい、ちょうどその地点になったら大体分かりますんです。はい、はい、それとこの道が大峰山へ行く道なんだよっていうのがよく分かるのが、はい、はい、縁の行者さん。わね、縁の行者さん、はい、縁の行者さん。縁というのはどういう感じですか？役者の役。うーん、でここに何て書いてるかっていうと、はい、三条天川って書いてるってわかります？あ、三条天川って書いてますね、はい、近道って書いてるでしょ。はい、ね、つまり三条っていうのは大峰の三条ヶ岳のことです。天川は そこに至る、ね、高野大峰道の道筋、今で言えば天川弁財天のあるところ、うーん、天川弁財天その前を、通っていくと、そういう道ですよね。はい、ここに縁の行者さんが出てきてるっていうことは、はい、高野と大峰のつながりがしっかりこの道であったということの証ですよね。はい、やっぱりつながってるっていうのは、はい、高野山と大峰さんっていうのは今でこそ全く別の存在なように思われてるんですけど、うん、ちょうど近代、そうですね、近代ですよね、もう昭和の初め頃までかな、うん、高野山と大峰さんの両山、両方の山ですね、はい、両山先達という方が相当数おられまして、うん、その方たちは高野山を応援も、案内して登るし、うん、大峰の三条ヶ岳にも登られる、うん、両方の先達さんとして活動されておられた、うん、そんな方が実はたくさんいらっしゃった。へー、それだけ高野と大峰っていうのは深いつながりがあったんです。なるほど。高野山にも、明治になるまではきちんと修験道っていうのが存在してましたので、うん、はい、それが、まあ、今で言ったら、まあ、旧行人方さんの寺院さんなんかがどちらかというと修験道を実践する立場にあられたわけなんですけども。なるほど、はい、そのあたりがやっぱり高野と大峰も実は深くつながってたんだよと。なるほど。はい、で僕は、まあ、大峰さんの方もよく行きますんで、うん、できたら、まあ、高野と大峰のこういったつながりをね、うん、これからももっともっと、まあ、知ってもらえるようにね。そうですね、
あの活動していきたいですよね。あ、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、両方のお山をぜひぜひっていう感じです。はい、はい、先ほど辻田さんがおっしゃっていた大峰さんとのつながりを示す、まあ、道しるべが、先ほどのこちらですね、石像になります。ここがね、マニ峠ですね。マニ峠、はい、はい、こちらの道が、こちらが今まで私たちが歩いてきた道 で、はい、でそこにちょうど遠藤行者さんの像が見えてますけども、はい、この道を下ると、はい、奥の院の大師の御廟のところの近くへ出るんですね、はい、だから奥の院から、入ってくるときはこの道をずっと上がってここへ出てくるわけです。でこれが、ここがマニ峠、ちょうど峠になって、まあ、はい、峠というか、まあ、峠といえば峠ですよね。まあ、ちょうど高山としますから、はい、でこれからマニさんに向かいます、はい、でこれがね、お堂の中にいらっしゃるのが、ね、これお大師さんなんです。はい、ほんで道標を兼ねてます。道しるべというか、左奥の院、うんうん、右在所、在所っていうのはあの地元っていうことね。ちゃんとあの道標に来られてます。へー、マニ峠、はい、マニ峠、マニ村へ行く近道、うん、だからそのマニ村っていうのが在所っていうことですね。あ、なるほど、はい、大師様がいらっしゃるということ。お大師様でしょ。本当ですね、うん、こんにちはいつもお世話になってます。だから奥の院から、だから先ほども言いましたように奥の院から上がってきてここへ出てっていうのが、うん、まあ、一番いいかもしれませんね、今日の道よりも。奥の院の参道の中で、はい、マニ峠に行く道っていうのがこう道しるべの矢印とかがあるんですかね。あの大師の御廟の前のところの、はい、あの水向け地蔵さんのところ、はい、あ、そこからちょっとあの外の道へ出て、はい、しばらく行ったらもうすぐそこからまたしばらく入ったら右へずっと入っていったらここへ出てくる。あ、水向け地蔵さんのところを、うん、あの右に行くとお手洗いとかあったりしますよね。そう、でそこを越えて出て、うん、でこっちへ出てくる。そうで、ここまで上がってくる。そう、この道なんですね、うん、この道。なるほどなるほど、あ、分かりやすいですね。分かりやすいでしょ。分かりました。でここ上がってちょっと右行ったらそこに縁の行者さんがいらっしゃって、ここにお大師さんがいらっしゃるっていう感じ。で縁の行者さんっていうのは修験道の開祖と言われてる人ですね。うーん、はい、昔そうですね、飛鳥時代におられたあの柔術師だったと言われています。実在した人物だというふうに言われてますけどね。あ、そうなんですね、はい、分かりました。じゃあまだこのマニ峠を越えてまた登っていきます。はい、はい、これからマニさん上がって、はい、ちょっと下って、はい、よりのさん上がってまたちょっと降りて、はい、じゃあ陸さんへと。はい、分かりました。とても気持ちのいいハイキングコースですね。気持ちでしょ。とっても登りやすく歩きやすいです、うん、いい感じでしょ。とってもいいですね。高野山の森の姿っていうとやっぱり高野陸木、はい、ヒノキ杉、根松に、高野町に、はい、もみの姿といった針葉樹が、はい、主体の植生っていうのがもう皆さん当たり前だと思うんですね、はい、ところがね、このね、マニ山一帯の山はもともと開かれる前の高野山の山の実態を今に残してくれてる貴重なエリアなんです。へえ、はい、高野山が、まあ、修行道場として開かれる前の状態を残しているのがこのマニ山ということですか。もともと高野山の山っていうのも、はい、まあ、落葉樹林帯という中でね、当然落葉樹が多くって、はい、そういうあの広葉樹が主体の山だったんですね、はい、まあ、いわゆるどこにでもある、まあ普通の山って言うたらあれなんですけど、はい、まあブナの木があったり、はい、あとはその下にあの針葉樹といろんな広葉樹が混ざって群生したりとかっていう、はい、まあ近畿でやったら大峰山みたいな感じの同じような多分植生だったと思うんですね、はい、それが高野山はやはり改ざんされてから高野陸木を中心とした、うん、あの針葉樹の育成を中心にして山の造営を図ってきてますから、どうしても針葉樹主体の森林景観になるんですね。そうですよね、はい、こうなんか杉とか、そうです、杉のイメージがあるでしょ。イメージがありますね。あの特に高野中で杉のイメージってすごく強いと思うんです。はい、でもこの辺の山っていうのは菅があったり
その針葉樹の間に広葉樹がたくさんあるんですよ。なるほど。よく見ると、はい、だからこの辺りの山の景観っていうのがおそらく昔からの高野山の景観だったはずなんです。うーん、今高野山の中でもう昔もう本当開かれの前の高野山の姿を残しているのは多分ここだけじゃないかなと思います。へえ、面白いですね。はい、本当、はい、狭いですけどここ貴重なエリアなんで、はい、この辺の山なかなか見てて面白いですよ。いろんな木があったりしてね。へえ、なるほど、面白いですね。そうなんです、高野山が開かれる前の高野山ってどんなやったって、ね、やっぱりその景観を統一するために針葉樹が多く植えられたっていうことなんですかね。社寺を造営する必要がありましたから、高野巻とか、はい、杉とかヒノキとか針葉樹を中心に育てていたんですね。奥の院 の大師の御廟からちょっと奥に入ったところに苗畑っていうところで、今は森林セラピー基地になってるんですけども、うんうんうん、一帯に苗畑っていうんです。苗を植える、うん、だから針葉樹の苗をそこで育ててたんです。うん、それを山に植えていった、へ、そういう場所です。はい、そういうふうにして高野山は針葉樹、高野陸木を中心とした針葉樹を育てていった、はい、へえ、なるほど、はい、だから山の景観もそれによって変わってきてるわけですね。だいぶ変わったんでしょうね。だいぶ変わったんでしょうね。面白いお話ですね。だからこの辺の姿がその開かれる前のおそらく高野山の姿だろうと思います。それとあともう一つはおそらくですけども開放魚、うん、当時高野山にはやっぱり修験者がおりましたから、はい、おそらく山伏さんたちが高野のね、はい、ここで開放魚を峰を回る修行、開放魚、うん、峰を回る修行ですね。峰を回る修行、はい、それをやっていた道だったのかもしれません。へえ、はい、まあとにかくこの道は交通の道っていうよりも、はい、むしろ高野山という山の性格をはっきりさせる青山のおそらく結界を明確に示す性格があったんではないかなと思います。はい、この真二山の山頂にお祭りされていらっしゃる、はい、観音様があったり、観音様がいらっしゃったりとか、はい、いらっしゃるんですけど、それは特にもう一つはこの山っていうのは、はい、仏さんの浄土やと、うーん、見るおそらく昔からの信仰ですか。山岳信仰というやつですか。そうですね、うーん、山中高いっていう言い方もできますね。はい、山の中は要するに外だよと、うん、要は昔の日本の信仰で言うと、はい、先祖の魂は、はい、亡くなると山へ帰ってくるんですね、はい、でまた田植えの時期とか収穫の時期になったら、はい、今度は田の神様とかに姿を変えて、はい、里へ降りてきて巡りを、恵みをもたらす。うーん、だから常に山っていうのは、はい、魂が入る場所。なるほど。日本人はそのように見てきたんですね。うーん、おそらくこの高野三山もそういう性格を持っていたんじゃないかと思います。うーん、マニさんの頂上が見えてきました。だいぶきつめの登りでしたけれども頂上に着きました。マニさんです。はい、そしてこちらに祀られているのが如意輪観音さん。如意輪観音さんですね、はい、如意輪観音さん、熊野で言えば那智の青岩杜氏さんのご本尊も如意輪観音さん。ほー、なるほど。ちょっと物思いにふけるような、なんかちょっと そういう仕草が美しいでしょ。あ、本当ですね、はい、女性のような感じのお顔で、ね、お優しい顔をされていらっしゃいますね。綺麗にこの像残ってますよね。本当ですね、美しいですね、うん、で前にいらっしゃるのがお地蔵さんですね、これね。あ、なるほど、お地蔵さんがいらっしゃって、はい、如意輪観音さんはどんな仏様なんでしょうか。まあ 観音さんの中では非常に如意輪観音さんとか十一面観音さんとか、うん、まあ、小観音さんとか、はい、馬頭観音さん、いろんな観音さんがあって、はい、まあ中国とまた日本の
観音さんというのはまたちょっと、ま、種類が違うんですけど、はい、まあ如意輪観音さんもその観音さんのうちの一つの形態ではあるんですけど、うん、観音さんって何が特徴かっていうと33の形態に、つまりあらゆる形態に姿を変えて人を修行するっていう菩薩様が観音様なんです。人を救うってことですか？人を救うってこと。だから一番民衆にとって馴染みの深い仏様っていうとやっぱりお地蔵さんやと思うんです。はい。でその次に多いのが観音様なんです。うーん、あるいはお不動様。お不動様、そういった存在。なるほど。はい。まあ如意輪観音さんは本当観音様の中ではもう特徴があるのが、こうちょっと物よりに思いにふけたような、ちょっとこういうね優しい表情を浮かべておられて、女性的な観音さんではあるんですけどね。なるほど。はい。お大師様とこうつながりとかはどうなんですかね。お大師様と観音様のつながりっていうと、弘法大師さんと直接の関わりっていうのは、弘法大師さんはやはり大日如来さんですよね。はい。で、あの霊場によっては弘法大師さんが監督をなさって、はい、そこへ観音さんをお祭りになられた、こういうことがよくあります。これですね。でこれ如意宝珠が埋められたとここには書いてるんですけども、はい、如意宝珠って言っていいというのは、要するに宝珠、宝の玉、うん、どんなものにでも形を変えてとにかく人の願いを成就させるもの、うん、っていうふうに思っていただいたらいいかと思います。それを埋めた、これいろんな伝説があって、弘法大師さんがそこへお埋めになって、うん、お大師さんが観音さん祀られたとか。なるほど。はい、そういうつながりになってくるんですね。だから小林さん自身改装されたのはこれお大師さんに間違いがないんで、はい、やっぱりそういう関係でお大師さんがお祭りになられたというふうにつなげていっても別に山としては間違っていないと思います。はい、なるほど。願いが叶う如意宝珠、如意宝珠ですね。はい、如意宝珠、そちらがどこかにあるのかもしれないですね。大峰さんの玉木山にも実際にお大師さんは来てらっしゃらないと思いますけども、うん、お大師さんが如意宝珠を埋めたっていう伝承があるんですけど、結構日本の霊山ってその如意宝珠を実際に埋めたっていう伝承が多いですね。へえ、はい、そうなんですね。はい、じゃあどこかに如意宝珠が埋まってるかもしれないですね。はい、またロマンがあります。はい、はい、ありがとうございます。でここからまたちょっと下ってまた頑張って登ったら、はい、今度は陽流さん、はい、陽流さんの陽流は陽流観音さんから来る陽流やと思うんですけど、陽流観音さんっていうのは日本の観音さんじゃなくて中国ので33の形に、まあ、あまたの形に姿を変える、その一つなんですね。なるほど。はい、でちなみになんで観音さんは33のに姿を変えるか、なんでやの、はい、って言われたら、はい、それは法華経、まあ、いわゆる妙法蓮華経、はい、第25番に観世音菩薩文本というお経があるんですね。はい、それ一般的に観音経って言われてるお経なんで、小屋さんでもあの大人になって、おられるお経です。はいはい、そのお経の中に観音は33とにかくいろんなものに姿を変えてあらゆる時に念否観音力というね願いを立てれば必ず救いの手を差し伸べるっていうことが書かれてるんです。はい、観世音菩薩不問本の下文っていうのがあるんですけど、その部分にはもう観音さんの特徴がすごく端的に書かれてますから。へえ、はい、ちょっと勉強してみたいと思います。はい、お店にありますね。はい、してらっしゃると思いますから。販売してると思います。ちょっとちらっと見たいと思います。観世音菩薩不問本載ってるはずです。はい、はい、チェックします。はい、そこの下文のところ読んだら観音さんってどんな仏さんっていうのがすぐわかります。はい、はい、ありがとうございます。まあ、いろんな形に変化される、はい、変化して、はい、で小屋さんではおそらく弘法大師さんが開いた山に、まあ、観音さんを祀られたのか。まあ、お大師さんだったらどっちかというとやっぱり大日如来さんというイメージあるんですけどね。そうですね、はい、なるほど。まあ、小屋さんのお寺でもね、しかし観音さん祀っておられるお寺はたくさんありますし。そうですよね。はい、まあ、十一面観音とかね、はい、もう非常にやっぱ多いですから。いや、そんな形でここは観音さんの山、おそらく観音さん祀ったっていうことは山中高いという思想があったんだと思います。魂が山へ帰る。なるほど。はい、そして救うということなんですね。そうですね。で、人に恵みをもたらし、人を助けてくれるっていうような思想がおそらくあったんだろうというふうに推測します。はい、わ、はい、かりました。ここに、ここに道しるべがありまして、左陽流さん。だからこうなってこうなってどっちでもいいんだけど、じゃあこっちから行こう。こっちの方が楽なんですね。あ、
たら、あ、そうですね、全然違いますね。平坦な道を行きます。行獣さんに向かっています。だいぶ足がちょっと張ってきたかなと思います。この辺は針葉樹ですね、辻田さん。この辺は、ね、全部針葉樹です、ね、さっきのマリさんの上の方が、うん、ほら残ってたでしょ、はい、あの辺だけが本来の高野山の森の姿を残しているところで、ここらをもうだいぶ針葉樹が落ちてきてます。そうですよね、はい、ちょっとこう花粉を感じてきました。そうやね、天気をなってきた。私花粉症なので、ね、そうなんですよね、ちょっと花粉を感じるなと思ってこう見回すと杉だなと思って、はい、ちなみに上の道通ってもここへ出てきます。あー本当ですね、絶対この左側の道の方がいいですね。平坦で楽ちんです。あ、何か祠が出てきました、はい、ここ東マリさんですね。で、行獣さんにはこちらです。はい、こちらです。これは、ね、中身はお地蔵様やね。うーん、ちょっと立派なお地蔵様でしょ。すっきりとした、はい、ね、で、ここをねずっとまっすぐ下っていってもね、はい、これずっと言ったら三本杉降りていける。あ、三本杉はね、弘法大師さんの五廟があって、はい、そこからもう少しずっと車道が通じてるのがあるんですけど、はい、金剛峰寺の奥の院の職員さんたちがね、通う車道があるじゃないですか、はい、そこずっと通っていったらちょっと広場があってね、うん、そこのところに三本杉があるんですよ。それが三本杉 で、 なるほど。でそこは昭和天皇が、はい、ちょうどもう今から何年前から、あれ昭和52年かな、はい、小林さんにお見えになられた時にね、はい、そこでそこの三本杉に登る職人さんの枝払いの姿なんかをそこで見られたんですね。だから昭和天皇さんが ここにいらしたというちゃんと場所までが残ってます、ちゃんと。へ、小屋さんの三本杉、森林セラピーの森の入り口のところですね。なるほど、はい、じゃあここをまっすぐ行けば、はい、その奥の院の三本杉、はい、で僕らはこれから行龍さんに上がりまして、行龍さんから黒子峠に出て、ほんで一本杉 のところへ出て天神を目指します。はい、つまり遠回りの道を行くわけですね。はい、こっちから行ったら比較的近いです。うん、行龍さんまではもう一頑張りやからね。はい、高野山山道行龍さんって書いてます。かなりの、急な上りですけれども、この上り坂を上がっていくと、葉龍山の頂上になります。おお、かなり急な感じですね。急ですよ。いよいよ歩幅を小さく登っていきたいと思います。あ、でも頂上が見えてきたので、うん、なんか気持ちが軽くなりますね。そう、到着。ああ、到着。行龍さん到着です。行龍さん到着しました。よいしょ。行龍さん、よいしょ。行龍さん、お疲れ様です。行龍さんです。行龍さんです。こちらに祀られて陽流観音さんいるのは陽流観音さんですね。陽流観音さんっていうのは、はい、日本の観音さんの三十三変化じゃなくて、はい、中国の変化の一つなんです。陽流観音さんは中国の方の観音さんです。なるほど、中国の観音さんなんですね。陽流さんっていうのはやっぱりそのなんていうかな、やっぱこれも山中高いの思想で、この観音浄土ということだと思います。それで観音さんなんでしょう。いやいや、陽流観音さんをこれで見ることができました。よかったです。はい、陽流観音さんありがとうございます。さあ次はいよいよまた下ってしばらく平坦行って登って天竺山、天竺山ですね。わかりました。だいぶ頑張りましたね。はい、あと一山ですね。あと一山です。はい、頑張ります。あとはそしたらもうダラダラと歩いて最後は女人堂にへたれ込んでゴールしましょう。はい、はい、ちょっとポコってなって見える山が、うん、先ほどの登ってきた山、マニさんですね。マニさん、
あんな高いところに登ったんですね。そうそう、マリさんからこっち来た。逆に言うとマリさんからこっちも見えてたってことです。なるほど、うん、でもこっちから見た方が向こうから来たんだよっていうのがよくわかるでしょ。これからあそこ行くんだよって言うてもあんまりピンとこないけど、そうです、ね、向こうから来たんだよって言うたらピンとくる。はあ、うん、で実は僕も初めて知ったんですよ、ここにブナの木が3本ありました。あ、ブナ結構ある、ここ、ここもブナがありますね。ブナ結構ある、ここ。あ、何か見えてきました。こつき峠ですね。はい、はい、ここからはいよいよ山内の方向に向かって入っていきます。はい、小屋さんの町の方にってことですね。そうですね、とりあえずは町の方向に向かって、はい、入っていきます。だいぶよく頑張りました。はい、すごくあの急なアップダウンでしたね。そうですね、確かにアップダウンの多い道ではあります。うん、でここと交差しているのが世界遺産の黒子道ですね。黒子道、はい、はい、まあ、正確にはまあ小月道という方が正しいのかも分かりませんけども、うん、やっぱり黒子道ということで正しいです。ここですね、小杉地蔵、はい、この小月の小月っていうのはここにも書いてくれてるんですけど、子供が授かるような願いを込めたっていうこともあるそうです。それとあと一つは、これはね本当かどうか僕もちょっと自信がないんですけどね、はい、小屋さんっていうのはほらお坊さん、まあいろんな国から修行するためにあのお坊さんになるためにやっぱり子供の頃から預かったということもあったと思うんですよ、はい、そういう人たちが小屋へ入ってくるときにここで小屋へ入るんやでこれからって言うて入っていったんやっていう話も聞いたことがあるんですけど、それが嘘か本当か僕はちょっと判断する材料がないんで何とも言えないんですけど、まあこの道どっちかといえばこれ山系の道っていうよりもひょっとして小屋さんから下っていく道の性格も結構強くあったんじゃないのかなと。まあ豊臣秀吉さんが山内であのそれこそ象徴シーンの笠桜、はい、笠桜ですね、あれをみんなで、花見やって、はい、やれ歌えの目やでどんちゃん騒ぎやったと、はい、ところが小屋さんっていうのは鳴り物禁止ですよね、うん、それで一気に天命をとどろいて一気に天気が悪なってと、で、うん、秀吉はこれえれこっちゃと、うん、変なことやってしまったということで馬に乗って駆け下りたのが黒子道やって言うんですけどね、はい、それが本当なのかどうかはちょっと分かりませんけど、へ、はい、そんなエピソードもあるみたいですね。あるんですね。まあ伝承ですからそれが本当かどうかは分かりませんけどね、はい、それがこの道ですね。へえ、はい、まあこのままずっと橋本までね、約どうだろう、距離にして18キロぐらい、調子道よりかは若干距離が短いですね。なるほど。でここにこの小月峠の地蔵様がほら分かります、結構立派なお地蔵さんでしょ。あ、本当ですね、小月峠、ね、これはあのかつての高野山の雑さんがこの地蔵を建てておられるんですよ。へえ、そうなんですね。そういうことがあるんでこの道も非常に高野山系道として重要視されていたんじゃないかっていうところから、はい、あの世界遺産への追加登録が、まあ、始まったという感じで、なるほど、はい、それでまあ2016年に黒子道も、うん、あの女人道とかね、うん、みんなあの三種坂と一緒にここもあの世界遺産高野山系道に入ったわけですね。なるほど、はい、このお地蔵さんはすごくちょっと他のお地蔵さんとか観音さんと違ってちょっと違うでしょ、これ雰囲気が、はい、なんだか雰囲気が違いますよね。なんか全然違うでしょ、これなんかいかにもすごい立派なお地蔵さんっていう気がしませんか。あの上品な感じがしますよね、はいはい、木下先生がこのお地蔵さんを調べたら、お、昔の雑の名前が出てきたやないかっていうことで、これは大変な地蔵やぞっていうのが分かったんです。これ発見者の木下先生。なるほど、はい、木下先生さすがです、はい、木下先生に聞いたらあもう いくらでもきっと話してくださると思います。なるほど、はい、じゃあ子供が欲しい方 が皆さんここへあのだから小月ですよね。あ、なるほど、四月の小月。もともとはその小屋さんに入ってくる子供さんをここで受け取ってっていうような話も聞いたことあるんですけど、それとねこの子供を継ぐっていう字もあるんですけど、はい、
粉、はい、あ、粉パウダーの粉ね、はい、粉をつく、あの底辺に、はい、動詞のわらべっていう字ね、うん、はい、粉をつくで小月道って書くんですよ。それがね、なぜその字が当てられたのか、うん、いろんなこと調べたことあるんですけど、はい、僕未だにその答えを付き合ったっていないんです。なんで粉という字に底辺にわらべて書いて小月道、なんでこの字を当てたんだと。粉をつく、粉をつく、何かのお餅を作る、うん、そんな意味かな。もでもち、いや違うなとかいろいろ考えたんですけど、正直僕には分かりませんでした。不思議ですね、うん、この名称が。だからどなたかご存知のことだったら教えていただきたいみたいな。なるほど。なぜ粉をつくという字は分かります。これですね、粉をつく地蔵っていう。その字です。確かにどういう意味があってこのね、そう、漢字を当てられたのか、いろんなやつ調べてみたんですけど、これっていうの答えに当たってないんですよ。ちょっとまた木下先生にも聞いてみたいと思います、はい、いっぺん僕も木下先生に聞こうと思ってるんですけど、はい、今度お会いしたら聞こうかなと思ってるんやけど、ね、だから今はこの子供を継ぐの方になってるんだけど、はいはい、やっぱりこの小月の粉、なんで粉をついたの。多分いや何か冷えとか泡とかそういった昔のその穀物をなんかでやってたのかなとか、うん、そんなこともいろいろ考えたんですけど、面白いですね。どうもこれっていう答えに当たっていないんですよね、はい、あ、本当ですね。ここに秀吉が高野山から馬で逃げ帰った場所としても小杉峠は有名ですと。あの正常石笹桜を見とったわけですよ。なるほど、その時代から笹桜ってだからあったんですよ。やっぱり有名な桜ですね。高野山といえば笠桜っていうね。笠桜。そう、僕も笠桜大好きで毎年見に行きますけど。素敵ですよね。そう、本当にすごい桜ですよね。ね、今年も4月20日。20日くらいでしょうかね。ね、はい、20日大師様のご会長で、そうでしょうね、で18、19、20と、はい、あの お抹茶のお接待もあるそうですので。ぜひその頃また。はい、ぜひ。はい、楽しみですね、また、ね。はい。そう、だから笠桜が咲く頃って言ったらやっぱりこうやりもやっと春本番来たなっていう感じなんで、本当に待ち望んだね、春が来たという感じですよね。 その時にね、飲めや歌えよどんちゃん騒ぎと。でちなみに秀吉さんは非常に花見が好きやったそうです。で奈良県の吉野あるでしょ、はい、吉野でもすっごい花見をやってますから。そうなんですか。5000人の家来を引き連れて、はい、吉野の山で飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをやってますから秀吉さんも非常に花見がお好きだったようです。なるほど、まあ、お花を見ると皆さんね気持ちが、そう、あの楽しくなりますよね。まあ、やっぱり桜を見るっていうのは日本人のあの心に通じるものがあると。そうですね、いうことなんでしょうかね。なるほど、はい、ありがとうございます。というような話がある。でそれにちょっと引っかかる道がこの小月道でも本当に、まあ、小月道というか黒子道だけど、本当にこんな道を馬で降りたんかっていう気するんですけどね。黒子道ね、このどっちから来たってことですかね。この高野山から馬で逃げたっていうことは、はい、こう逃げてるわけですよね。高野山が、あ、こっち、ね、高野山からこっちから来てるわけです。こちらから奥のいんですもんね、こちらの方面が。で、奥、こちらから馬で降りていったという。こんな道いくら、ね、すごいですね。当時の日本の馬は、それ確かに時代劇は、はい、に出てる馬はもう全部西洋の馬ですよね、はい、本来日本の馬っていうともっとちっちゃくて短足でがっちりした馬なんですね、はい、そんな馬ちゃんがこんなとこ軽快に駆け下りますかっていう話ですよ。なるほど、ちょっと見てみたかったですね。見てみたかったけどまあでもその話は有名な話なんで、はい、なるほど、ありがとうございます。まああの黒子道もそういう道で、まあ一度ね、またあの機会があったら黒子道、はい、ご案内を、また黒子も歩きましょうと言うときました。はい、現在小杉峠から天竺山へ行く道を歩いています。水のせせらぎがとても気持ちいいです。もうすぐ一本杉に到着しますね。はい、はい、でこの辺りはもう一帯がもうすごく水の豊かな、まあ、いわゆる湿原みたいになってるんですね。水源です。水源ですよね。だからこの、ここから水がいろいろと集まった水は奥の院の多摩川へ流れていくんですね。すごい、はい、これは奥の院に行くんですね。そうです、ずっとつながって奥の院に行きます。聖なる水ですね。はい、奥の院の水はこあのずっとこの辺の高野三段の山の中から出てくる水なんです。へー、こっち側なんか見てください。はい、この細いね、はい、
もう多分ここの源流は湧水になってるはずなんですけど、湧水、水が湧いてるってことですね。あ、この小さい流れね、はい、こういうのってみんなこう湧水の流れなんです。へえ。だからもちろんこの水は飲もうと思えば飲めます。これはすごい綺麗なお水ですね、はい、すごいですね。これが奥の院に行ってるっていうのが、そうです、すごい。で特に雨が降った後っていうのは、はい、ね、あのなんかこう水も綺麗でしょ。本当ですね、うん、まあこの辺は降った雨がすぐにじゃあ出てくるかっていうとそんなこともないんで、うん、あのやっぱり植物結構豊富なんで一旦染み込みますから、うん、当然ろ過された水が湧いてくると。へ、だからこの一帯 の、 あの山の中にこんな小さい竿がいくつもあります。なるほど、はい、でそういう水が集まって奥の院の玉川でずっと流れていくんです、ね。へ、本当にね、水が豊かな場所ですよね、はい、高野山は。高野山は山の上にあるけど水に困らないな。ちょっとそうですね、はい、だからこそこんな大きな宗教都市ができたんです。なるほど、水に困らないっていうのがもう絶対条件だった。うん、だから小田井さんは絶対高野山の存在が分かってたんですよ、もう若い頃に。そうですよね、山があるっていう、平たくて水があるっていうわけが、こんなに水が豊かで、ええ、このせせらぎの音が気持ちいいですね。なかなかここらいいコースでしょ、これ。すごくいいですね、はい、で秋は秋でこの辺り紅葉綺麗なんで。あ、そうですか、はい、紅葉がまた綺麗なんですって、皆さん。秋もね、来たくなりますね。秋はね、ちょっとこの辺りいろんな木が、まあ、植えられたりしてるんで、はい、はい、ちょっとね、実は西洋の木が入ってたりするんですけど、はい、そういう木が色づいてくれたりしてね。へ、特にほらこうずっと流れていったのはああいう中でね、またちょっと水が溜まったみたいになって、そうですね、流れていくでしょう。とにかくこれだけ水が豊富なところやから、すごい、はい、いろんな植物を育つ、うん、姫シャラなんかもこの辺では見ることができます。姫シャラ、そろそろその季節かな、春になったら。うん、今あの三本院さんの庭にはたくさん今入ってるんですけどね、はい、姫シャガっていうのは、あ、姫シャガ、姫シャガですね。そうそう、姫シャガね、はい、ちょっと紫っぽい、ね、はい、かわいいやつね、はい、この辺で少しあります。はい、この辺には残ってました、まだ。へえ、すごい、本当にお水がいっぱいだ。うん、で高野山っていうのはね、もともとね珍しい高山植物もっとあったらしいんですよ。でも最近はもう見られなくなったものも多いそうです。これなんかいい感じで見えません？わあ、素敵ですね。ここいい感じ見えるでしょ？素敵です。割と素敵でしょ？これあのなんか苔がまたいい感じですね。そうそうそう、割と素敵でしょ？あ、素敵ですね。ここなんかええでしょ、雰囲気。かわいい感じですね。なんかメルヘンな感じ。そうそう、ここなんかします。なんかいい雰囲気するでしょ、ここは。そうなんです。あの僕もこういう風景って大好きよね。これね。あ、何か大きな木が見えてきました。これ一本杉って言います。一本杉、うわ、はい、大きいですね。どれぐらいですか、樹齢は？樹齢はね、多分ね500年以上は絶対経ってると思います。へー、はい。で杉っていうのは本当どう針葉樹の場合はなかなか、まあ特にこの高野山っていうのはまあ。寒い年でもあるんでね、はい、冬には育ちにくいとは思うんですけど、まあ500年を優に経ってるはずです。すごく大きな杉でしょう、これ。なるほど、はい、でここのやっぱこれが今のこの、黒小道っていうか、はい、今世界遺産になってるこの黒小道のシンボルみたいなもので、まあ、もちろんここは黒小道でもあり女人道でもありますから。あ、なるほど、はい、まあ今の女人道の象徴する木の一つですね。すごい立派ですね、はい、小川さんの森林セラピーの皆さんだったら ここでよく、はい、あの木の周り囲んでやってはるんで、ね、木のパワーをいただいたりっていう感じで、ね、はい、あ、こうちょっと触っておきましょうかね、はい、触ってあげましょうかね。すごい立派な木でしょ。すごいですね。でここが右行ったら、はい、まあ、右っていうのはまあこっちの道のことなんですけど、はい、まあ、今はもうこのまま下へ行きますね、はい、でこれが天竺山の道、この目の前の道ね、まあ、だけどちょっと通りにくくなってるんで、はい、もう下から行きますね、はい、わかりました。でその道路渡ったら天竺山の入り口、はい、はい、わかりました。でこっち行ったら奥の院ね、左側に行ったら奥の院になるんですね、です、はい、この投票ちょうどうまくなってるとほら、
左奥の院って書いてますね。こうちょうどこあ指でこうちゃんと指してくださってる。そうこういう形左奥の院ね。なるほど、はい、分かりました。この舗装路を歩いてきて、そしてここ高野七口女人道天竺山への入り口ですね。そうですね、はい、それで今日の三段巡りのラスト天竺山へ、はい、これからさ行きます、はい、最後の一山です。最後の一山です。はい、頑張ります。もうだいぶ上まで行ってると思うよ。あともう少しです。天竺山の頂上まで。失敗せず。あともう少しです。あともう少しです。この顔に当たる風が冷たくて気持ちいいですね。冷たいね、もうね。ちょっと肌寒い感じもしますけれども、体を動かして温めてって感じですね。あともう少しで頂上です。よいしょ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 、天竺山の頂上に到着しました。到着しました。到着です。こちらは、はい、弥勒菩薩さん。弥勒菩薩様、はい、ご信仰は御馬至れやすわか、56億7千万後に釈迦に代わって弥勒さんが如来となって救済のために現れる。56億7千万年後に、はい、あの救済にいらっしゃる方ですね、はい、今は菩薩さんだけど如来になることが約束されてるから弥勒如来さんとも言われますね。弥勒菩薩様こんにちは、はい、お優しいお顔されていらっしゃいます。如意輪観音、如龍観音、弥勒菩薩と回ってきました。すごい上品なお顔です。この弥勒さんいいでしょ。素敵ですね。すごい上品でしょ。はい、ほんまにこの弥勒さんいい顔してはるんよ。弥勒菩薩様は何か あれですかね、お大師様とここ特にも別にあれですかね。ああいや大いに関係ある。関係ありますか。弥勒さんもちろんあの真言宗の十三仏っていうのをお聞きになられたことありますよね。十三仏、不動、釈迦、十三仏ですね、はい、で弥勒さんはそのうちの6番目なんですけども、はい、弥勒さんは何と言ったって衆生を救ういう仏様ですよね、はい、それとあともう一つは大事なのは弘法大師のお母さん、はい、自尊院の、はい、ご本尊は国宝の弥勒菩薩。なるほど。お大師様のお母さんが、はい、信仰されたのが弥勒様。なるほど。今あの九代目の自尊院のご本尊ですよね、はいはい、あの国宝になっていらっしゃる、はい、だから弥勒様はお大師様とも大いに関係があります。なるほど。お大師様のお母様がすごく信仰された仏様です。そうなんですね、はい。では天竺山から下っていきまして、辻田さんどちらに向かいますか。はい、黒子道、これから下っていきます。黒子道の女人堂跡に向かいます。天竺山から降りてまいりました。そして今ここ現在地で右に行くと女人堂に行きます。こちらの方に歩いていきます。かなり険しい下り坂でした。シャクナゲの木がたくさんあります。きっと5月にはここピンクにね染まって綺麗だと思います。でこの看板が出てきまして、このまままっすぐ進んで、女人堂に行きます。中野橋の霊園の近くに出てきました。大きな池があります。初めてです。ちょっと不動坂口女人堂まで 2.5 キロですね。さあ頑張っちゃおうか。はい、これもう舗装された道ですね。しばらくは舗装道です。はい、黒子道の女人堂跡までは舗装道があるかな。はい、あ、なるほど、ここ多目的広場。あ、分かったでしょ。はい、分かりました、はい、ここはでも見たことがなかったですね。私はこういう方に出てくると分かんないけど、多目的広場っていうのがを見ると分かると思う。はい、前高野町のいろんなイベントで、うん、ここね、お餅つき大会とかあったりとか、そうそう、文化祭みたいな、そうそう、あの文化の日にお祭りがありましたね。これ左側が
中野橋霊園ですね。そう、左から中野橋の霊園。はい。そしてスキー場があるところです。スキー場があって、そうです、奥の院の参道に、左側に行くと奥の院の参道になりますね。この正面がその天竺山公園ですね。天竺山公園です。はい、天竺山公園。ここまで来たら大体わかるでしょ、はい、どこにおるんやっていうのが。わかりました。こういうところに出てくるんですよ。へえ。で、ここらはもうこういう形で造成されてしまって、うん、昔のまあ道で言えば、まあ女人道兼黒子道みたいなコースなんですけども、はい、もう昔の道はなくなってます。だからそのままこっちへずっと上がっていった。こんなこう山がこの裏にあったんですね。そうなんです。なるほど。でしばらくは黒子道の、あの小屋町の役場の手前、黒子道の女人堂跡まではこういう細路歩きですね。あ、分かりました。高野山経道、高野女人道、本当ですね。はい、 2.3 キロ不動坂口女人堂まで、はい、最初のスタートポイントですね。そうです、スタートポイントまで、はい、あと 2.3 キロ。もうちょっとやから頑張りましょう。はい、頑張ります。これはピンクのしだれ桜ですか。うん、そう、めちゃくちゃピンクで綺麗な桜。すごい、こういうのがあって、でこのまままたあの舗装された道をどんどん下っていく感じですね。ここは小屋山大学のブランドとかね。空が綺麗です。今日はでも天気良かったから、もうねえ、お天気が良かったね。良かったです、うん。あ、今ウグイス谷に来ています。あと 1.7キロです。はい、ゴールまでこの市街地を歩いていきます。最後は山道ですけどね。そうですね、この道も本当はどっち行ってもいいんですよ。もう黒子道の女人堂跡はもう目と鼻の先になってますから。はい、はい。あ、何か看板が見えてきました、はい、実は黒子道の女人堂跡は今は道になってしまってます。あ、ここに黒子道の、はい、女人堂があったんです。女人堂があったんですね、はい、だからもうしょっちゅう多分、あのここは車でもよく通られると思うんですけど、車でよく通ってますよね。実は前をよく通っていらっしゃったと、そういうことなんです。あ、なるほど、はい、これが黒子道の女人堂。全く気づかなかったですね、この看板に、はいはい、ほとんどもう気がつくことはないと思います。なるほど。じゃあここに、はい、あの人道があって、はい、まあ、ここから先は、はい、あの女性はいけないよというような、はい、そうなんです、はい、ここも山内への入り口の一つだったということですね。当時はウグイス谷を開発はされていませんから、この辺は深い山だったと思います。この道が、まあ、黒子道なんで、ね、そうですね、はい、黒子道、まあ、昔の道は残ってませんけど、おおよそこのルートをずっと通ってきていたということですね。なるほど、はい。いや、昔の道を見てみたかったですね。そうですね、もうね、僕らもその時代に生きてないんでね、もうさすがに分かりませんけども、なるほど、多分高野山の小図には載ってると思いますね。はい、はい、これでとにかく8つ目の女人堂を巡り終わりました。ああ、やったー、はい、できました。あと 1.4キロ、あと 1.4 キロですね、うん、はい、不動坂口女人堂最後の、場所、最初のスタート地点である不動坂口女人堂に、今から向かいます、はい、いや、頑張りましたね。はい、もうちょっと、もうちょっとですね、最後の人登り。そうですね、本当最後の人登りです。はい、はい、あ、なるほど、ここで曲がるんですね。高野山経道女人道、この熊さんのマークが出没注意、はい、おー、ここ、じゃあゴールを目指して頑張ろう。はい、本当だ、ちょっと人登りですね。そう、わ、結構結構ありますね。 OK です、頑張ります。 あと1キロですか。はい、頑張ってください。はーい、鳥居がありますね。はい、これね、ニュー神社だと思います。へー、地元ニュー神社、はい、あまり知られてないんですけどね。はい、初めてお参りいたします、はい、そうですね、明神公ですから、あの地主神さんには間違いないですね。地主の神様ですね、はい、無事高野三山を巡ってこれました、はいで、こちらですか。暗くなってきましたけど、はい、
あの後きっちりついてきてもらったら安心ですから。はい。こんな山道があったとは。山道です。なるほど。はい、あと1キロですね。さあ、あとは、下っていきまーす。ところどころアップがありますよ。はーい。アップは、アップダウンの全力なんですけど。はーい。どう、町石道よりしんどかったですか？そうですね。ちょうどね、1年前に町石道登らせていただいてて、はい、そうですね、今回の方が、アップダウンが、かなり激しいというか高低差がかなりあったので、はい、大変だったのは今回かもしれないですね。距離的には短いけどやっぱりアップダウン結構ありますもんね。そうですね、はい、やっぱり高野三山のアップダウンとこの女人道のこの大変さというか、そうですね、これを女性の方々が登っていたのかと思うとすごいなぁと。でもね、物は考えますね。女性ってそれだけ実は強いからなんだって考えることもできるかもしれないです。やっぱりそれだけこうお大師様へのね信仰がの気持ちが強かったっていうふうにも言えますよ ね、 すね。いやー、この最後のこの人登りが結構大変ですね。町石道のちょうど大門の下の部分がすごくしんどかった部分だと思うんですけど、なんかそれに似てますね。よいしょ。普段車で走り去る場所の後ろ側にこんなに険しい山があったとはという感じですね。でも今回は高野女人道を制覇することと、それから高野三山を登り切るという、はい、目標を達成できたので本当に良かったです。もう間もなくですか？もう間もなくですよ。はい。でここがね、あの歩かれたことはあるかもしれませんけど、高野牧の希少個体の誇り、高野牧の誇りなんですよ。ここがですか？あのここの下一帯、この下が、はい、へえ、ここの遊歩道から入っていただいてね、はい、ぐるっと回ってこれるんです。はい、ぜひね、今度ね、高野不動坂をね、はい、いっぺん四十八坂の、あの昔行ったいろは坂を、はい、の古道を歩かれるときに、はい、一緒に歩いてみてください。はい。はい、あの、なかなかいい森です。そうなんですね、はい、高野牧の。高野牧の森です。保護林があるんですね。この高野牧の森が出てきたら、はい、もう入林道近いです。はい、わかりました。はい、この高野牧の森っていうのは、本当一周ね、だいたい40分ぐらい。あ、一周40分、うん、あ、結構でも大きいんですね。うん、結構くるっと回ってくるんですよ。うん、こういう場所があるということも知らなかったですね、うん、私は。高野牧のね、あの学術保護林、あの保護林はすごく大事な森ですからね。そうですよね。ぜひね、ほんで森林セラピーのコースとしてもね、はい、ゆっくり歩いていただいてね、はい、高野牧にゆっくり馴染んでいただくと、いう点でも面白いコースなんで、ぜひ歩いてほしいと思います。はい、はい。あ、灯籠の光が見えてきました。はい、女人堂の光です。はあ、すごい。あともう少しです。はい、もう少しです。後半です。女人道。スタート地点であった不動坂口、女人堂が見えてきました。はい、これで女人道が制覇したんですね。そうです。真下に女人堂が見えてるでしょ。本当ですね、はい。結構また険しい感じですね、そうそう、道が。ここ行かせてくれたら近いんです。あ、なるほど。回っていくんですね。で、この道を行くとね、はい。あの、高野牧の、森への道です。あ、遊歩道になる、ね。そうです、高野牧の。はい。はい、で、これぐるっと一周回って、不動坂の花折塚っていうところに出てくるんですね。一周ゆっくり歩いて40分ぐらい。なるほど。はい、高野牧の森を楽しみに行こう。ちょっと行ってみたいです。うん、あのぜひ今度行って、今度は、はい、こっち側も。ナーシーさん前回一回案内してるんで。あ、そうなんですね。はい、到着です。到着です。はい、よかった。無事歩けました。お疲れ様でした。ありがとうございます。無事に怪我なく。はい、よかったです。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。出発がなんとか、まあ、10時前にはなったんですけども、6時20分、はい、18時20分に無事
到着しました。完歩できました。よかったです、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます、はい。アップダウンばかりで大変だったと思いますので、はい、はい。今日はもうちょっとゆっくりと足を休めてあげてください。ありがとうございます。はい、無事に、高野女人道を制覇して、で、高野三山も大変でしたね。アップダウンが。結構大変だったでしょ。大変だったんですけど、でもとっても空気が良くて、そしてこう肌にこう顔に当たる風が気持ちよくて、そんな中こう3人で楽しく登ってこれました。はい、本当に今日は素敵なガイドありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。本当に今日お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、皆さんもご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひまた公園の荷道歩いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。